静岡市によりますと19日に静岡市葵区の林道東又線で土砂崩れが発生し佐原島ロッジなどで登山者や工事関係者ら212人が孤立しました救助活動は昨日午前6時前から始まり移送を希望した人が順次県と静岡市のヘリコプターで佐原島ロッジから井川へと運ばれました今日午前7時から残っていた22人の移送が行われ 午前10時半ごろ、移送希望のあった164人全員の救助が終了したということです。崩れた現場の復旧に関して、静岡市は、昨日から復旧作業を進めていて、23日朝までに一部車両の通行が可能になるよう努めるとしています。